こんにちは。高いね。ありがとうございます。自己紹介お願いします。こんにちは、ヒョクジンです。ヒョクジンです。こんにちは、ボカロくんです。こんにちは、ソンです。こんにちは、サジョンです。僕たち100%、100%6枚目ミニアルバムレトロで ミヨンのカフェ社に会いに来ました。この場所は初めてですね。初めてですね。はい。ここはちょっと静かですね。ああ、そうか。あ、発注が見せてください、ひょくちぃさん。はい、見せてください。プロですよ、レガドール。歌ってください。ポイント合ってますか？ポイント。はい、6社。他の部分。あ、 I'm still loving you。かな。あ、今日は顔はちょっとむくんでした。目がめっちゃむくんでした。大丈夫？大丈夫。はい。ではそろそろ次の曲に行きたいと思います。次の曲は2です。 今までのアルバムより特別感がたくさんあるアルバムです。そうですね。はい、チャヨンが格好いいですね。あ、それじゃなく、なんですか。アルバムの前曲に静かにしろ。アルバム今回のアルバムのために、なんか準備したのがありますか。あ、はい。声、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 準備しました。声を、はい、声を、以前のアルバムとは違いますか。今回のアルバムの声は、はい、ちょっと違います。ですね。はい、じゃあ見せてください。あ、声が、以前の声。あ、以前の、じゃあ、せーの、せーの。 せーの、ちょっと待って、ちょっと待って。アニジュララテオフソナメサイチング。声、声、声ですね。はい、じゃあ今回は？今回は、ちょっと寒いですよね。声が、ちょっと寒いね。 風だからね。はい、オッケーですね。はい、アルバムの全曲に僕が参加し、ヒョクジンの作曲家としてのデビュー曲も収録されてアルバムですし、ロキョンさんも作詞に参加した曲があるので、今意味深いアルバムです。はい、 ロキョンさん作曲時、エピソードがありますか？エピソード？はい。散歩する時に歌詞を作った。ああ、はい、そうですか。ひょくちぃ、
作曲時エピソードありますか？とエピソード番長多いです。たくさんあります。教えてください。あ、チャンネルさんのレコード、くロジログレコーディング、レコーディング疲れたです。ヘンドラスみたいな。大変でした。大変でした。なんで？あ、한줄에一つの歌詞に1時間1時間ぐらい、はい、1時間ぐらい、うん、あしました。うん、何を、あ、보고싶어歌詞作るのあ、いえ、レコーディングの時。あ、ですね。보고싶어、このパート。なんかエピソード있지않아요？エピソードないあるんじゃないんですか？잠들죠있었잖아요。아, 아원래끝에잠들죠라는가사가있는데그거를녹음하는중에없었어요그냥레코딩의途中에もっとあった歌詞をなくしました。はい、あ、そうです。そうですね。はい、어조나리와에피소드가全然ないので愛嬌見せてください。君よりは、君より僕はレコーディング時ずっと皆さんの考えで考えをしてレコーディングをしました。はい、それでありがとうございます。それでウィンク見せてください。ウィンク、はい、ウィンク、OK、ウィンク、せーの、ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、ではそろ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 次の曲いきましょう。最後の曲は One Love。